まず第1試合が右ベッカー左サンプラスでした。このゲームでどうでしょう、ベッカーはとにかくストレートで勝たなければいけないというところがありましたでしょう。そうですね、まあ、サンプラスがね2連勝して調子のいいところで、まあ、お客さんもねベッカーにどうしても準決勝に出てほしいっていう、そのセットの特質セット率でね2セットストレートでベッカー勝つとね、出れるという状況でね、お客さんも本当にすごい応援でしたよね。そうでしたね。このドイツ中央駅の北にあるフェストホールは8500人のお客さんが収容できますが、昨日はこのゲームは全員がベッカーの味方で、このスーパープレーも見えました。いやー本当にね、第1セット6-4で取ってね、第2セットもね4-4でサンプラスのサービス15-40、それからね 4-5 本ブレイクポイントあって、実質的にあのマッチポイントでしたよね。そうでしたね。それで決めればベッカーは文句なくセミファイナルという、ね、それで逆にサンプラスがねストレートで負けるとね落ちちゃうっていう状況が考えられたんですね。実は4人の中で昨日まで2勝しているのはサンプラスだけだったんですが、そのサンプラスが落ちる可能性もあるという大変なゲームでした。そうですね、そこをしかしよくくぐり抜けて、セカンドセットタイブレークで取って、まあ、ここで安心したところで、まあ、ベッカーがやはりファイナルはあの 押してね、ここで勝ちましたよね。トリプルの最後はマッチポイントで決めました。いやしかしさすがベッカーね、素晴らしいプレーでしたしね、お客さんも本当に沸いてましたね。